ミアいるミツルによる日本語訳詞作曲の楽曲千の風になっての世界観をテレビドラマドキュメンタリー番組情報番組などの各番組を通じて視聴者に届ける千の風になってプロジェクトを富士テレビが企画し同プロジェクトの目玉企画として実際のエピソードをもとに制作したテレビドラマである 生と死と命を共通のテーマにしており、テーマソングは秋川雅史が歌う千の風になって、ドラマなどに映像化するため、視聴者から体験談や関連エピソードなどの千の風、体験を番組内や番組ホームページ上で公募している。あくまで実話をもとに制作しているが、ドラマ化された際は、プライバシー保護を考慮して、一部設定を変更する。 場合がある。第一弾の放送が秋川のブレーク後だったため、ブームに便乗していると誤解されがちだが、企画自体は、楽曲が注目される以前から進行していた。秋川が、第57回 NHK 紅白歌合戦に、出演する以前に、偶然曲を聴いて感動した、ドラマ制作センターの和田光企画担当部長が、 実はドラマとして放送したいと提案した企画である。2007年8月3日、金曜プレステージ枠で放送。公募で寄せられた3884通の中から、選ばれたエピソードをもとにドキュメンタリードラマとして映像化。元客室乗務員の主婦、福原京子は、夫と、長男、次男、長女と平凡だが幸せな家庭を築いていた。ある日、 妻の健康診断の結果が末期の遺願で余命3ヶ月の命であると告知された夫は思い悩んだ末に妻や母も含めた家族に真実を告げる。家族の愛に支えられ奇跡的に2年間を生き延びたアンズであったが別れの時は迫っていた。視聴率 12.4%2007 年8月4日土曜プレミアムワークで放送。 本作のドキュメンタリー版である、象の花子裸足の厳選下に生きた魂の、叫びが同日午後1時30分から午後3時まで、放送された。上野動物園と井の頭動物園を、セットで再現し、ロケーション撮影はタイで行われた。視聴率11.8%。2007年8月10日と11日、前編と後編の2夜連続放送。 同名漫画が原作で映像化はすでにされているが本作で初めてテレビドラマ化された原作者中澤慶治自身の被爆体験をもとにしている視聴率は前編が18.2%後編が 20.5%2008 年2月15日金曜プレステージ枠で放送実際の映像によるドキュメンタリーと 取材をもとに制作したドラマを組み合わせた構成で放送された。宮本警部の反省と2007年2月6日に起きた東部東上線時話台駅踏切事故後の家族や周囲の人々を描いている。視聴率は17.6%を記録した。警察学校に入るまで自転車に乗れなかったほど運動が苦手で正義感が人一,一倍強い警視庁板橋署。 時和大交番に勤務する巡査部長宮本邦彦は困っている人を助けたいと警官志望の若者の憧れである刑事ではなく駐在所勤務を志望し不器用だが命の尊さを第一に考え住民に親身に接する警察官であるあるある冬の夜時和大駅前の遮断機の降りた踏切内で自殺を図ろうとする女性がいると聞き 救助を試みるが、その際線路上で通過電車にはねられ、渋滞に陥ってしまう。詳細を知らされず、病院へ駆けつける妻、玲子と長男、厚子は、タクシー車内で事故の一報を知り、医師から深刻な状態であると告げられ、なぜ、こんなことにと動揺する。玲子と厚子は、包帯で頭部と顔面を覆われ、ベッドに横たわる。 意識のない夫の前で住民から寄せられた感謝や、励ましの手紙を読み進めていくうち、夫がいかに地元に密着し、愛されていたかを知る。板橋区だけでなく、全国から回復を祈る千葉鶴や手紙が、交番に収まりきらないほど、多数寄せられたものの、入院から6日後意識が戻らないまま宮本は、他界したが、自殺を図った女性は一命を取り留めた。 警察関係者、地元住民など多くの者が宮本を悼み、殉職した、宮本巡査部長は二階級特進で警部となり、当時の内閣総理大臣、安倍晋三の肝入りにより聖七な,ない極実総交渉を、授けられた。時は大交番前には宮本を忍ぶ記念日、誠の日が建てられた。穴沢俊夫昭位2008年9月20日、土曜プレミアム枠で放送。 実際の映像によるドキュメンタリーと取材をもとに制作したドラマを組み合わせた構成で放送された特攻隊の隊員たちの身の回りを世話し出撃の時を見送るなでしこ隊の女学生が見た特攻隊員たちの真実の姿を描いている視聴率16.2%他富士1000の風になって プロジェクト指導産経新聞2007年7月11日長官。ありがとうございます。